こんにちは、マフィンです。6月にコストコでミニクロドットを購入しました。今回は冷凍した時の様子や美味しかった解凍方法をご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。ミニクロドットはクロワッサン生地の小さな甘いドーナツ。ちょうど割引の日だったので初めて買ってみました。開封してドーナツを見てみましょう。1箱は16個入り、冷蔵ではなく常温で販売されています。ミニクロドットの種類にはいくつかバリエーションがあります。今回購入したものは3種類のセット。粉砂糖がまぶしてあるシュガーが8個、白いチョコのコーティングホワイトが4個、チョコとナッツのコーティングチョコヘーゼル4個の合計16個のセットでした。1個の重さを測ってみます。シュガーは約 25g 前後、チョコヘーゼルは約 40g ぐらい、ホワイトは約 45g ぐらい、シュガーは粉砂糖がまぶしてあります。ホワイトとチョコはトッピングのつぶつぶがドット模様。ミニクロドットという名前、とってもいいネーミングですよね。3種類はどれも甘いけれど味わいが違うので飽きずに食べられます。シュガーは粉砂糖のシンプルな甘さ、チョコヘーゼルはナッツのつぶつぶトッピングが程よい食感で、チョコレート自体の甘みは控えめでした。ホワイトが一番ボリューム感があり一番甘さを感じました。甘いけれどどれも食べやすくて美味しかったです。次に半分に切ってミニクロドットの断面を見てみましょう。ミニクロドットはクロワッサンの生地でできたドーナツです。半分に切ると層になった断面になります。チョコのコーティングがついていても意外と切りやすかったです。切り分けて3種類組み合わせて食べても美味しかったですよ。ミニクロドットは冷凍保存もできました。冷凍方法は今回もラップやフリーザー用バッグなどは使わない方法でご紹介します。まず少し深さのある保存容器に入れる場合の方法です。この容器はジップロックコンテナの正方形の大きい方のサイズ、深さがあるのでドーナツを2段重ねにして入れます。底の部分にちょうど4個が入ります。1段目を入れたらオーブンシートを少しカットして、ドーナツの上にオーブンシートを置いて、その上に2段目のドーナツを入れます。チョコヘーゼルを2個入れて、隣にホワイトを入れたかったのでチョコがくっつかないように念のためオーブンシートで仕切りを作ってホワイトを入れました。冷凍してみたらチョコのコーティングはつかなかったので、この仕切りがなくても多分大丈夫です。2段重ねで8個のドーナツが入りました。蓋をしてこのまま冷凍庫へ入れます。深さが浅い保存容器にも入れてみました。これもジップロックコンテナ正方形、高さが低いタイプです。シュガー2個を先に入れてから隣にチョコを置きたかったのでオーブンシートの仕切りを入れました。こうすればシュガーにチョコはつきません。1個にちょうど4個入りました。この4個は冷凍せずに冷蔵庫で保存しました。冷蔵庫で保存してもそのまま美味しく食べられました。切ったドーナツはこのまま食べて、8個は冷凍保存、4個は冷蔵庫で保存しました。今回は8個入れた容器を冷凍保存しました。冷凍してから数日後の様子。冷凍したドーナツはしっかり凍っています。1個ずつ取り出してみます。上の段はホワイトもチョコヘーゼルもくっつかずに取り出せました。下の段はどうでしょうか。1段目に入れたシュガーも1個ずつ取り出せました。ミニクロドットの解凍方法。冷凍したミニクロドットは冷凍庫から冷蔵庫に移動して自然解凍しました。冷蔵庫で数時間置いておくと自然に解凍できるのでそのまま食べられます。
焼いたり温めたりしなくてもそのままで美味しかったです。試しに凍ったままオーブンでシュガーを1個焼いてみたんですが、残念ながら焼くと油が出てきてしまって味はいまいちでした。冷凍した場合は冷蔵庫で自然解凍する方が美味しいと思いました。冷凍してから冷蔵庫へ移して解凍したミニクロドットは冷たいけれど冷凍前の味と同じように美味しく食べられました。冷たいので常温の時よりはドーナツが少し硬いですが、切ってみるとクロワッサンの層もチョコも綺麗な状態でカットできます。冷凍していたとは思えない美味しさです。冷凍しても冷蔵庫で解凍すれば粉砂糖も元の状態のままで残っています。3種類のドーナツ、皆様はどのドーナツがお好みですか？私はチョコヘーゼルが意外と甘みが抑えられていて美味しいと思いました。チョコが大好きな夫と息子に聞いてみたところ、ホワイトが一番美味しかったと言っていました。3種類はどれも甘めのドーナツですが、それぞれ食べやすくて美味しかったです。別のバリエーションに出会った時はまた買いたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。